天才の一人として挙げられることの多い物理学者、アルベルト・アインシュタイン天才とは、天性の才能、生まれつき備わった、優れた才能のことである。天才は、人の努力では至らない、レベルの才能を秘めた人物を指す。天才は、極めて独自性の業績を示した人物を評価したり、年若いのに、あまりに高い才能を示した人への三次的形容に、使われる。 それが歴史や社会に影響を残すに至ったレベルの人物を指すことが多い。しかし、〇〇の天才といったように芸術やスポーツ等様々な分野に一見限定した用法もある。天才の類似表現としてギフテッド、神道、神に愛された人などがある。天才は一般より優れた才覚を発揮し、美術、音楽、文学などの芸術やスポーツ、 政治、自然科学、数学、哲学のほか様々な分野において、天才と称される人が見られる。多くの天才は、精神障害に苦しむ。例えば、フィンセント・ファン・ゴッホ、トルクアート・タッソ、バージニア・ウルフ、ジョナサン・スウィーフトジョン・ナッシュ、アーネスト・ヘミングウェイ、クルト・ゲーデル、ゲオルク・カントール、ノーバート・ウィーナー、アイザック・ニュートン、フリードリヒ・ニーチェ、 フリードリヒ・ヘルダーリン、ニコラ・テスラ。ドイツの病・アト学者のビルヘルム・ランゲ・アイ・ヒバウムは、天才300人から400人を選び、そのうち一生に一度でも精神病を患った人は12から13%で、あるという数字を発表した。さらに、その中から、特に有名な天才中の天才と言うべき78人を、選ぶと、精神病の人は37%、 精神病的な人は83%以上に及ぶとした。健康な人は6.5%に過ぎなかった。2012年10月9日、創造性と狂気は紙一重とする研究結果が発表された。2015年6月8日、芸術的創造性と精神疾患が共通する遺伝子で発現するとする研究結果が A 科学史。 ネーチャー・ニューロサイエンスに発表された。天才とは一般に天性の素質に恵まれて才能を発揮するものとされる。知的活動分野における天才の成り立ちを電気などから紐解く限りでは多くが幼少時から才能の示すものが多いものの必ずしも彼らが幼児から天才として認知されているとは限らない。逆に振動も大人になれば ただの人などという傾向に見られるように、幼い頃に学業成績に秀でたからといっても、それが大人になっても続くとは限らない。一般に見られる天才のステレオタイプとして、規律と型にはまった知識を身につけることを要求される学校教育では、単に学業成績に秀でた秀才と、斬新な着眼力や独創性を発揮する天才とは、皮肉にも、 相反する傾向があるというものがあるが、むしろ例外であることが多い。ただし学問的分野での天才肌の児童は、深い理解に伴う疑問や、批判精神が湧き出ることから、扱いがたい生徒として教師に敬遠されることもある。だが多くは、義務教育課程の成績は優秀で著名な大学に入学し、飛び級するものも多く、幼少時からの学校教育の秀才活学者として、 体制した天才が多い。天才は同じ事項をマスターした時の理解の深さでは、仲裁タイプを圧倒的に凌駕する才能を発揮する。一方、周囲のサポート等により、子供の頃から問題行動を含めて得意性の見られた人が挫折せずに努力を続けることにより後年になって高く評価されるケースも多く、そのような特異性を持つ子供を幼い頃から、 専門的に養育することで、その才能を伸ばそうとする取り組みも古くから行われている。ノーバート・ウィーナーは、ハーバード大学講師の父に特別な英才教育を授けられ、11歳で大学に入学している。カール・フリードリ・ヒガウスは小学校に入学した時、彼に数学を教えられる人物がいなかったため、校長がハンブルクから数学の本を取り寄せ自習させた。 米国などではギフテッドと呼ばれる専門の教育で才能を開花する余地のある子供らが見出されている。アメリカ教育省は1993年に定義を発表。これに合致する児童に特別な教育を与え、その才能を育てようという模索が続けられている。これらでは従来、いわゆる学習障害とみなされていたものも部分的に含まれる場合もある。 欠点に着目して、そこをカバーするのか、長所を見出して、そこを集中的に伸ばすかという問題も絡む。同様に扱われる存在として、芸術性を発揮するタレンテッドがある。なお詳しくは、ギフテッドを参照。天才といえば、聞こえが良いが、上実のように、アンバランスに偏った才能の持ち主であるため、芸術、スポーツ、学問いずれの分野でも、 価値観も非常識であるケースが多い。天才芸術家による薬物中毒汚染や金銭感覚の逸脱はあまりにも有名であるが、これも個人差がある。よく知られている天才の気候の逸話にはフィンセント・ファン・ゴッホが自画像を描く際に自分の耳が邪魔だと言って自ら耳を切り落としたといったものがある。ただし、ゴッホは転換もしくは、 統合失調症を発症しており、天才の気候が、天才ゆえの気候ではなく、精神病や薬物への投業など環境からのストレスによって引き起こされるものも多い。身体能力に関しても生まれながらに極めて優秀な、資質を持っている人ほど体をうまく使えず、才能を発揮するのが困難な例が大半を占める。加えて、運動量以上に身長が高い。 体重が重い場合はさらに体をうまく動かしにくくなる。エルンスト・クレッチマーは天才の定義を積極的な価値感情を広い範囲の人々に永続的にしかも稀に見るほど強く呼び起こすことのできる人物とした。チェーザレ・ロンブローゾは天才は狂気だと言った。アルトゥル・ショーペンハワーは天才は平均的な知性よりはむしろ狂気に近いと言った。 トーマス・エジソンは、天才とは1%の霊感と99%の努力と述べている。ただしこの言葉は、現在一般で言われている意味とは別の意味があることは、あまり知られていない。中には、生前には、狂人扱いされながらも、後年になってその功績が評価され、天才扱いされるに至った人すら見られる。このあたりは、天才と狂人若み一重という慣用句が、 如実に物語っている。杉森久秀の小説、天才と狂人の間で取り上げられた島田聖二郎などは、天才と狂人が入り混じった人間の典型の一つで、ある。山井跡学が明らかにしていることは、例外もあるが、病的な天才も多いということである。藤原正彦が言うように、天才の峰が高ければ高いほど、谷底も深いということだった。 栄光が輝かしくあればあるほど、底知れぬ孤独や、挫折や失意に見舞われている、ということである。知能指数で、ある程度の区分を設ける向きもあり、知能指数が130ないし所定の値を上げ、これを超えるあたりから、知能面での天才という風潮もかつては見られたが、近年では、知能指数の肯定は、必ずしも、客観的に人の知的能力を包含しきれていない、 見方も出ており、同指標による分類には限界があるとされている。これには、同値が検査年齢や状況、出題傾向、IQ テストに対する慣れなどによっても大きく差が出る。点も含まれる。知能指数の高さは必ずしも天才生とは結びつかない。ただ単に知能指数が高いのを秀才と呼ぶ。アメリカの心理学者。 ルイス・ターマンは IQ140 以上の1500人余りのカリフォルニア州の児童を長期的追跡調査を始めた。その後70年間追跡調査が行われたが、IQ140 以上の人々は高い創造性を示す人々が非常に少なく、例えばノーベル賞受賞者に至っては一人もいなかった。皮肉なことに、ターマンの高知農児の選別から漏れた二人がノーベル賞を受賞した。 計らずも、高 IQ と高創造性は、全く関係性がないことが証明された。日本で有名な人物では、山下清のように、知的障害があっても芸術面で、高い評価を得ている人物も存在する。彼のように得意な一分野でのみ異常とも言える、才能を発揮する人たちも見られる。エジソンの言葉として知られている、天才とは1%の霊感と99%の、 努力だが、この霊感とも呼べる、ひらめきが一般に軽視される傾向も、ままある。99%までものたゆまぬ努力も、確かに必須なのではあるが、1%のひらめきを大切にし、これを生かすことができなければ、天才ではなく、エジソンは、自身を指して、自然界のメッセージを受け取る受信機に例えるほど、ひらめきを重視していた。天才は、古くより、 人類の歴史において文明の発展に大きく寄与してきた。このため尊敬と戦望を集める存在としても扱われ架空の作品中でもしばしば登場する。身近な例では漫画などの大衆娯楽にもしばしばストックキャラクターの類型として登場する。もっとも作中で天才少年などと言われていても上記の天才の特徴には必ずしも当てはまらない例や性格には 中才ではないかと思われる例も多い。また、デウススマキナ的に、最終的には、彼のアイデアで、解決というパターンになることもよくある。このデウススマキナ的な舞台装置としての天才は、場合によっては、マッドサイエンティストのように、滑稽ないし異常な性格を持つ役柄として、登場することもある。また、自称天才のようなキャラクターも登場するが、自称の場合では、 本物の天才に及ばない劣等感から悲惨な事件を起こすなど歪んだ性格のキャラクターであることも多い。その一方で天才を人為的に作り出そうというアプローチを取り上げた SF 作品も多い。代表的なところとしてはアルジャーノンに花束をが挙げられる。この作品では脳への薬理的な働きかけと 外科的手法とにより次第に知能が向上し、才能の片鱗を見せた者が、愚かだが状況に、不満も抱かずに過ごしていた頃から、知能が上がるにつれて再疑心を抱いたり孤独に、悩まされたりといった状況を経て、やがて己の知能が失われることに気づいて思い悩み、やがて最初の無垢な愚か者になっていく様子が描かれている。天才の意味。空国語辞書。 2019年12月7日閲覧。心身の健康のピンセントファンゴホトルクアートタッソ、バイオグラフィー、重要なレセプション、ジョナ・サンス・ウィフト、ジョナス・シュ・テンキノ、アーネスト・ヘミングウェイ、天才創造のパッドグラフィー、福島・アキラ・ピーナナ・18。 講談社現界新書 ISBN40 億6145万7217。天才。創造性の秘密 W ランケアイヒバム p 1 1 7 ISBN978 力四46億225万 629HTTP コロンスラッシュスラッシュブログドットット i v e d o o r ドッ p スラッシュサイエンス九 アーカイブ百168万42、html-http コロンスラッシュスラッシュ w w w n a t u r e a s i a c o m スラッシュ jap スラッシュリサー、スラッシュハイライトスラッシュ 9958http コロンスラッシュスラッシュ www.afbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3 5 1 1 4 9 天才の心理学、p 2 8ンストクレッチマー岩波、文庫 ISBN978 から40億336万5816、フッチワラマサヒコ、<こ>天才の栄光と挫折、数学者列展。NHK 未来への提言ナンシーアンドリア戦、ン、心を探る。 脳科学 P86 から 87ISBN978 から41億4081万2228トーマス・エジソン名言、怪人、エジソン記載は21世紀によみがえる。 i s b n 4から5 3 2 1 9 0 2 0 7 8 h t t p s a m e b l o j p a p p l e l e m o n 4 3 e n t r 1 2 3 6 8 8 2 2 8 4 8 h t n m l ありがとうございます。